まあ補助金、まあね、まあコロナだけに限らずね、補助金、まあ再エネ賦課金とかね、まああれだよね、メガソーラーと風力発電とか、まあいっぱいあるよね。温暖化ビジネスね、地球温暖化、脱酸素ビジネスね。あるいは、ダイオキシンとか、ああいうのも全部嘘なんでしょ？あれ、武田教授が言ってたけど。ダイオキシンとか、なんか、タバコに似てるけどね。タバコ、なんか、副流煙って、あれもで結構デタラメでさ、肺がん率が増えてるからね、ここ30年で。喫煙率は4分の1なのに。いや、まあ、いろいろあるよね。なんかの利権と、勢力争いとか、いろいろ権力者の争いがあるよね。電気自動車にするとかね、トヨタ潰しとか、何、ガソリン、内燃機関はトヨタがやっぱり世界一だから、それを潰すために電気自動車だったら、まあバッテリーだからね、バッテリーとプラモデルみたいなもんだからね、バッテリーとそう駆動するものがあればできるからね。まあ日本って結局さ、いいもの作っても潰されるわけよね、欧米とかに。まあスポーツもそうだよね、オリンピックでも、まあ産業でも何でも、日本が優れたものを作れば都合悪いから潰すんだよね。で、まあアメリカが宗主国やからしょうがないけど、半導体もそうでしょ、半導体も潰されたでしょ。30年前はすごかったのにさ、半導体のなんか条約を作るんだよね、アメリカがね。まあ日米合同会議とか、地位協定、まあいっぱいあるけど、その辺のなんか、官僚と政治家とさ、結託して、米軍と、まあ、政治家と、プラザ合意とか、あと半導体のなんか、日本が不利な条約を結ばされるんだよね。TPP もそうやけど。あとなんだろう。車だとまああれだよね、電気自動車、水素自動車で対抗してんだっけ。まあ潰されるよね。だから貿易黒字でさ、ああいうのなければさ、日本の多分日本はさ、どうだろうね、3倍ぐらい、まあもちろん物価も上がるだろうけどね、収入がさ1000万超えてたんじゃない、そういう邪魔をしなかったら。日本人、まあ働きすぎっていうのもあるけどね。だって休まないじゃん、日本人って。普通、1ヶ月以上バカンス取って休むからね、ヨーロッパ人とか、まあ白人はそうやけどね、南の島で休んで遊んでんだよ、1ヶ月以上。日本人だけでしょ、こんな。盆正月以外働いてさ、1週間以上休まないよね。で、まあ休んでいいって言われてもさ、なかなか休みづらいから休めない、休まないよね。そんな国に勝てるわけないじゃん、経済。だからさ、結構、まあ、いろんな不利な不平等条約を結ばされるわけよね。で、レプリコンなんかもさ、ベトナムと、っていうか、あのちくわ自体はさ、アメリカが作ったんだよね。で、ベトナムで実験してんだよね。で、何人か死んだっていう話もあるけど。で、ベトナムとアメリカは、あのちくわは、打たないんだよね。で、日本がいきなり打ちますって言ってるわけよ。すげえな。頭おかしいよな。まあ、そうしろって言われてるんだろうけどね。だから、この世の中でもう、なんかテレビで推進してるものって全部さ、全部インチキだよね。テレビでまともなこと言ってないよね。もう天気予報ですらさ、嘘つくようになってね。天気予報ですらさ、大げさに報道するよね。まあ、人工気象かどうかわかんないけどね。なんか、台風の動きが、台風のさ、動きを変えられるほどのさ、コストがすごいんじゃない？もしできたとしてもさ、なんか、爆弾、なんかさ、風向きを変えるって相当なエネルギーだ。まあ、雲を作るっていうのは知ってるけど、なんか昔ニュースで出たのを YouTube で見たことあるけど。
雲、雨量をなんかコントロールするのはできると思うけどね、台風を動かすってのはちょっと違うんじゃないかなと。まあ気象兵器どこまでやってるかわかんないよ。あの線状降水帯とか、ちょっとね、自分はあの気象衛星を見るようにしてるんだけど、なんか雲の出来方がなんかちょっとまあおかしいような気はするけどね。まあ物理的にその低気圧とかさ、前線があると雲が発生するんだろうけどね。なんか東京の辺にね、なんか雲がね異常にできるんだよね。あれ狙われてんじゃないかなとか思ってんだけど、わかんないよね。まあ俺も科学者じゃないからさ、なんともわかんないんだけど、不自然な雲の動きあるよね。日米合同委員会はあれだ、誰だっけ、岸信介が日米安保をやったんだよね、合同委員会。なんか議事録をまあ出せないんだろうけどね、出せって言われてるよね、無視されてるよね。あれもだから国会を通さないんだよね、議論しないのよ。 与野党で議論しなくてな、決められていくわけでしょ。大憲法法もそうじゃなかったっけ。アメリカのだってさ、アメリカのでかいスーパーあるよね、ああいうのがさ日本に入ってこれ安くする大店舗法とか作るんだよね。だからイオンみたいなさ、でかいメガ商業施設、メガモール、三の米軍センターだな。グローバリスト郵政民営化もそうでしょ。郵政、あ、日本人の貯金を、郵便局ってもうおじいちゃんおばあちゃん貯金とかさ、日本人の貯蓄とかすごいからさ、100兆円以上のメガバンクだからね、あれをまあ売り渡したわけでしょ、民営化して。軍産複合体、軍事と官僚による密約だよね。あの米軍の幹部と日本の官僚が話し合って決めるんでしょ。で議事録を出さないんだよね。もう80年経つからね、来年で80年、もう何十年やってんだよっていう。なんだっけ、大店舗法、派遣労働とかもそうなのかな。消費税を上げろとかね。 IMF ってなんかあの国際機関がなんか日本の消費税を 20% ぐらいまで上げろとか言って、他のなんで他の国のことをお前らが口出ししてんだよって、年貢を上げろっつってるようなもんだよな、ふざけんなっていう。俺なんかやっぱおかしいと思うけどな。なんかだってもう仕事をしてない人とかさ、物価が上がっ、まあ物価上がるのはしょうがないと思うけどね、やっぱ子供とかさ、おじいちゃんおばあちゃんとかさ、買い物に行って一律税金がかかるってなんかちょっとおかしいと思うけどな。それこそさ、その時に身分証明書を出してさ、あのまあちょっと難しいけどね、それで法律を整備するっていうのは、いかさまする人も出てくるだろうしね。まあ65歳以上の人はさ、免税にするとかさ、いくらでも、まあだから給付金をなんか、まあ10万とかね、5万とか10万とかね、出すようにはなったけどね。まあそれをやるためのコロナ騒動だったんじゃないかなっていう気もするけどね、深読みするとね。でまあマイナンバーで紐付けして、健康保険とあと口座とか全部、まあ要は政府権力に抗う人は封鎖するとかね、預金封鎖だ、タンス預金の方がいいんじゃねっていう話もあるし、利子がまあほとんどスズメの涙だからね、利息が。でニーサとかね、ニーサ進めてアメリカとか海外のさ企業の株を買わせてさ
まあ、これを聞きに来てくれてる人は、まあ、やってないと思うけど。あのね、自分もね、ちょっと株はやってんだけど、はっきり言ってね、リーマンショックの時と、コロナショック、2020年の2月、3月、3月やった。あの時が買いなんですよ。だから株やってる人、詳しい人はわかると思うんだけど、なんで今買わなきゃいけないの？バカじゃねえのっていう。まあ、政府が結構買い支えてるとは思うけどね。だってもう、日本だったらさ、もう4万円以上いってるわけでしょ。まあ、アメリカの、あっちの株はちょっとあんまり詳しくないけどさ、今、株が上がってたわけよね。ちょっと今下がったけど、ここ1ヶ月ぐらいでね。また下がるかもしれんけどね。だから今は、様子見なんですよ。株をやってる人は分かってると思うんだけど、今買わないですよ。バカだよ、今買う人って。で、それをコマーシャルで、未だにやってるでしょ。ここ、半年ぐらいずっとやってんだっけ？ニーサがどうのこうのって言ってるよね。なんか、株とかファンドとかさ、なんか、進めてるけどさ、金融商品をね。あれ、恐ろしいよね。増税メガネとかさ、あいつら、進めてるから。なんかさ、セールスマンみたいに見えるんだけど。インチキな。今は売りだよ。売り。売りだったんだよ。だから本当に詳しい人はもう買わないよ。今。絶対。あ、ちょっと下がった時に買ったか買い足す人はいるかもしれんけどね。先々週ぐらい下がったでしょ。あ、まあ日本の株だけど。ちょっと下がったよね。3000、今4万、3万8000ぐらいだっけ。で、日本のなんだっけ、日経平均がさ、3万5000ぐらいまで下がったんだっけ。で、その時に買い増ししててもいいんだけど、だから僕は思ったほどそんな下がらんかったね。またちょっと上がってきてるよね。3万8000か。自分もなんか1個買いたい銘柄があったんだけどさ、その銘柄なかなか下がらんかったからさ、ちょっと見送りしたんだよね。去年買うか迷ったんだけどさ、あれ、その銘柄がさ、1000円ぐらい上がったんだよね。だから買っときゃ10万ぐらいプラスだったんだけどね。100株で。あれは逃したなと思ってね。まあだけど、一気に株はもう売っといた方がいいかもしれないけどね。円安で加速、まあね。